皆さん、おはようございます。くまさんの YouTube 農業大学、講師の夏木かりんです。今日も楽しく勉強していきましょう。今回は味噌シリーズの4回目です。今日のテーマは、豆味噌です。豆味噌、これまで授業の中で何回かお伝えしましたが、皆さん、覚えていますか？味噌作りは、麹作りと仕込みの2つのプロセスから作られ、このうち、麹を大豆のみを用いて作る味噌、これが豆味噌です。豆味噌は聞いたことがなくても、八丁味噌は聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。今日はこの豆味噌について、皆さんと一緒に勉強していきます。改めておさらいですが、日本で生産されている味噌の 85% は、米味噌が占めています。米味噌は、使われる麹の量や熟成期間の違いから、様々な種類があります。最もシェアの大きい信州味噌や、麹の量を増やして熟成期間を短くした西京味噌など、多彩な顔ぶれが揃っています。一方の豆味噌は、日本で生産される味噌の 5% ほどを占めています。米味噌からすると、非常に小さいシェアですね。でも、豆味噌の最大手である、マルサンアイというメーカーは、日本における味噌製造シェアの第4位に位置していて、信州味噌メーカーに割り込んでいるんです。この豆味噌、どんな味噌なのでしょうか。まずは、豆味噌の特徴から勉強しましょう。まず、豆味噌が作られている地域を見ていきたいと思います。豆味噌は現在、愛知県、岐阜県、そして三重県の東海地方で大部分が生産される地域性豊かな味噌です。豆味噌のカテゴリーの中で最も有名なのが、八丁味噌という、愛知県で作られている味噌です。八丁味噌は愛知県発祥の味噌で、岡崎城から西へ八丁の場所にある、岡崎市八丁村で作られたことで、八丁味噌と呼ばれるようになったそうです。この八丁村では、近くを流れる矢作川の伏流水による湧き水が豊富で、東海道の水陸交通の用地でもありました。当時、八丁村は、軍需物資の兵站基地として形成されていて、兵食としてすでに重要視されていた味噌を八丁村で製造することに着目した人たちがいました。それが早川久右衛門と太田屋治右衛門で、17世紀半ばから末にかけてそれぞれ味噌製造を開始しました。これが八丁味噌の始まりとされています。八丁味噌に代表される豆味噌ですが、豆味噌はどのように作る味噌なのでしょうか。冒頭でも少し触れましたが、豆味噌は麹作りにおいて、大豆をお団子状に丸めて麹菌を繁殖させて作る豆麹を利用します。この豆麹を塩、乳酸菌、そして酵母と共に仕込むことで豆味噌が完成します。八丁味噌を例にとって作り方を詳しく見ていきます。まず、蒸した大豆を丸めてお団子状にして、そこに麹菌を繁殖させて豆麹を作る麹作りが行われます。そして、これを木だるに入れて、塩と共に熟成、発酵させる、仕込み、が行われます。まず、麹作りでは、麹菌によって、アミラーゼやプロテアーゼが生成されます。そして、仕込みの段階で、これら酵素は、大豆の分解を行います。アミラーゼは、大豆に含まれるデンプンを糖に変え、乳酸菌と酵母の餌となり、乳酸菌と酵母の活動を支えます。また、プロテアーゼは、大豆に含まれるタンパク質を分解し、アミノ酸を生成し、旨味を作り出します。八丁味噌作りで用いられる、木だるには、乳酸菌と酵母が生息しているため、アミラーゼの作用によって糖が生成されると、自然とこれらの微生物が活動を開始します。乳酸菌は、乳酸などの酸を生み出し、酵母は、香り成分を生み出します。仕込みのプロセスでは、そうした微生物たちの活動が続き、長いもので2年以上かけて、八丁味噌が完成します。豆味噌の最大の特徴といえるのが、この麹作りです。米味噌や麦味噌で作られる麹は、お米や麦一粒一粒に麹菌が繁殖するバラ麹の形態をとるのですが、豆味噌作りでは、蒸した大豆をお団子のように丸めて味噌玉を作り、これに種麹をつけて、麹菌を培養します。バラ麹に対して、この形態を餅麹と言います。この餅麹を使った麹作りは、日本では珍しいんです。そして、この餅麹をたどっていくと、
豆味噌の意外なルーツが見えてきます。次のスライドでは豆麹のルーツに迫ってみたいと思います。結論から申し上げますと、豆味噌は日本で作られている他の味噌とは全く異なる味噌と言えます。米味噌や麦味噌が日本古来の伝統を持つのに対して、豆味噌は朝鮮半島から高麗人によって日本にもたらされ、それが東海地区で根を下ろした味噌なんです。そうだったんですね。全く知りませんでした。一覧にして米味噌、麦味噌、豆味噌と並べられると同じように見えてしまいますが、全く背景の異なる味噌だったんですね。そのあたりを詳しく見ていきましょう。日本の豆味噌を作るときに作る味噌玉、つまり豆麹は全く同じものが今でも朝鮮半島にあって、それを目樹と呼んでいます。中国の古代文献には同じ漢字で死という字が知られているので、おそらく中国から朝鮮半島に伝わり、そこで形を変えて目樹と呼ばれるようになったと考えられています。この韓国における味噌玉、目樹ですね。この目樹を使って作られる味噌を天醤、醤油を漢醤、唐辛子味噌をコチュジャンと言います。日本ではコチュジャンがよく知られていますが、それ以外にも味噌や醤油も作られているんですね。そしてこの目樹はやがて日本に持ち込まれることになります。高麗の人たちが持ち出した目樹や味噌作りは、まず日本海の若狭湾敦賀付近に持ち込まれました。そしてそこから近江の余呉、浅井を抜けて関ヶ原から美濃平野に入りました。そして一部は北上して信州に及びましたが、大半はそれが三河地方、現在の愛知県に広まりました。三河は昔から大豆生産が盛んな土地であることに加え、豊かな塩田を持っていたため、大豆のみで作る目樹や目樹を用いて作られる味噌が発達する下地が揃っていました。この若狭湾から愛知県に至るルート上には、今でも味噌玉を用いた豆味噌の製法が残っているそうです。面白いですよね。豆味噌は愛知県で特異的に作られているのではなく、若狭湾から持ち込まれた目樹、そして目樹を用いて作られた豆味噌がたまたま材料が揃っていた愛知県で根付いたということだったんですね。それにしても豆味噌が日本にある味噌の中で特別な歴史を持った味噌だったなんて知らなかったですよね。ちなみに日本の豆味噌のルーツである韓国では、どのような発酵調味料が作られているのでしょうか。このあたりを少し勉強してみましょう。韓国ではジャンと呼ばれる伝統的な発酵調味料が味の基本となっています。ジャン、韓国にもあるんですね。代表的なジャンが漢ジャン、天ジャン、コチュジャンの3種類です。漢ジャンが醤油、天ジャンが味噌、そしてコチュジャンが唐辛子味噌です。この漢ジャン、天ジャン、コチュジャンの材料となるのが、大豆を発酵させた目樹と呼ばれる味噌玉です。茹でて軽く潰した大豆を成形してマラにかけて発酵させます。目樹の発酵には様々な微生物が関わっていて、目樹の表面付近では麹菌やクモの巣カビ、毛カビなど、そして中心部では枯草菌などの細菌が繁殖して発酵が行われます。日本の豆味噌で作られる味噌玉に似ていますが、日本の豆味噌の豆麹作りで使われるのは麹菌だけですよね。でも目樹では様々な微生物が使われていること、そして日本の味噌玉の発酵が数日間で終わるのに対して、目樹では2週間以上の時間をかけるそうです。そして発酵を終えた目樹に塩水を加えてさらに発酵を進めると、固形部分と上澄みの液体部分に分かれます。この固形部分が天醤、そして上澄みの液体部分が漢醤と呼ばれる調味料になります。固形部分が味噌で液体部分が醤油って、日本と全く同じですね。前回の授業でも醤油と味噌の最大の違いは絞るか絞らないかという点だとお伝えしました。お隣の韓国でも同じなんですね。そして醤油とか味噌って日本独自のものだと思っていたのですが、大陸の文化の影響を強く受けたものだったんですね。醤油の授業の際にお伝えしたのですが、日本の醤油は中国の影響を強く受けてきました。古くは塩という漢字もそうですし、8世紀に鑑真が日本に伝えた唐辞醤、13世紀に革新さんが日本に導入した金山寺味噌、
さらには醤油という言葉もしかり、すべて中国から持ち込まれたものでした。醤油や味噌が大陸の影響を受けて発達したことは理解できました。では、中国をはじめとする東アジアでは、どのような発酵文化が形作られているのでしょうか。脱線ついでに、次のスライドでは東アジア全体における麹や発酵文化についてざっくり見てみたいと思います。日本を含む東アジア一帯では、麹を用いた発酵文化圏に位置づけられています。そうだったんですね。麹って日本ならではのものだと思っていたんですが、東アジア一帯で使われているものだったんですね。でも、同じ文化圏内でも、地域によって麹の形状や麹菌の種類が異なります。中国やタイ、フィリピンでは、麹菌のほか、クモノスカビやケカビをはじめ、様々な種類の微生物が混在して繁殖した餅麹が用いられます。日本では、木麹菌のみを選択的に繁殖させたバラ麹を用います。木麹菌とは、日本の発酵食品全般に使われる麹菌です。日本では木麹菌の他に、泡盛作りに用いられる黒麹菌や、焼酎作りに用いられる白麹菌があります。さて、話を中国に戻しますね。当初、中国では、穀物を粒のまま食べたり利用したりしていました。発酵食品やお酒を作る際に作る麹も同様で、粒のままで作るバラ麹でした。この発酵様式は当時、日本にも伝わりました。その後、中国では、麦や雑穀類を粉にして常食するようになり、それが東南アジア各地に伝わりました。これによって、穀物を粉状にしたものを丸めて、麹を作る文化がアジア各地で定着しました。中国というと、饅頭や餃子、麺類と粉物を使ったお料理が多いイメージでしたが、当初は穀物を粒のまま利用していたのですね。一方、日本では加熱した米粒をそのまま食べることが早くから定着していたことや、中国との交易がそこまで盛んではありませんでした。そのため、麹作りにおいても、お米や大豆、麦を粉にして丸めるのではなく、これらを粒のままで麹に作る文化、つまり中国でも当初、利用されていたバラ麹の文化が残りました。澱粉を糖化させるのに、麹を作るのは、東アジアの共通点です。そして現在、東アジアのほとんどの地域では、穀物を粉状にして、少量の水を加えてお団子状、またはレンガ状に練り固めて、これを放置して自然に菌を増やして乾燥させた餅麹が作られています。こうした餅麹には、麹菌のほか、クモノスカビやケカビをはじめ、様々な種類の微生物が混在しています。このバラ麹と餅麹では、そこに生育する菌の種類も変化しました。団子状やレンガ状に固められた餅麹では、内部の酸素が不足するため、酸素を必要としないクモノスカビやケカビが主体となっています。この菌の違いが、醸造法や発酵様式、そして出来上がる食品の味や香りにも大きく影響しています。中国にもお醤油はありますが、日本の醤油と味や風味が違うのは、そのためだったんですね。さて、東アジアにおける発酵文化を見てきました。日本にあって豆味噌は、得意な存在ですが、東アジア全体を見回すと、むしろ豆味噌に代表される、餅麹が主流で、バラ麹を使った発酵様式の方が、特殊なんですね。見方を変えると見えてくるものも違う、面白いですよね。日本は、東アジアにおける発酵文化の一員であることや、その影響を強く受けてきたこと、そして、その中で日本は得意な発酵手法を残して現在に至っていること、これらがよくわかりました。そして、東アジアの主流ともいえる発酵手法を持ち込んだもの、それが日本の豆味噌だったんですね。さて、韓国の発酵調味料では、テンジャンやカンジャンについてはわかりました。蒸した大豆を潰してお団子にして、麹菌やクモノスカビなど様々な菌を繁殖させた麹、韓国ではメジュでしたね。このメジュを塩水と共に発酵させ、固形部分がテンジャン、液体部分がカンジャンでしたね。最後に残ったコチュジャンについても見てみますね。コチュジャンは韓国における3つの基本調味料のうち、最も歴史が浅い調味料です。韓国の豆麹であるメジュと唐辛子を使って作るのが
コチュジャンです。唐辛子が韓国に伝わったのは16から17世紀頃で、一説によれば、豊臣秀吉が朝鮮出兵の際、日本から持ち込まれた、という説もあるそうです。韓国からは様々な文化や歴史、食文化が日本に持ち込まれていますが、逆に日本から韓国に持ち込まれたものもあったんですね。このように、東アジアの中では、日本が得意な発酵文化を持っていることが分かりました。そして、東アジアのメインストリームとも言える発酵食品を日本に伝えたもの、それが豆味噌だったんです。でも、日本に持ち込まれた目地の文化は、そのままでは残りませんでした。どういうことでしょうか。韓国の目地は麹菌のほか、クモノスカビやケカビ、コソウ菌など、様々な微生物を用いて発酵させていました。それは韓国に限らず、東アジア全体を通して言えることです。でも、日本の豆味噌に使われる味噌玉は、麹菌のみを使って、発酵が行われています。日本に持ち込まれる中で、日本独自に改良されて、今に至っているんですね。食文化はその土地の気候や風土、味覚、それに好みによって、少しずつ改良されていくものなんです。豆味噌も、お団子にして作る麹作りは残ったものの、使われる微生物は、日本に根付いた麹菌を用いる発酵に変えられたんですね。面白いですよね。最後に、豆味噌の栄養についてご紹介します。豆味噌は、味噌の中でも特にタンパク質やアミノ酸が多い食品です。どれだけタンパク質やアミノ酸が多いかわかる逸話がありますので、ご紹介します。豆味噌は、大豆 100% で作られる味噌なので、スタミナ源となるタンパク質は牛肉とほとんど同じくらい含まれています。これを戦の時に兵隊に食べさせれば強力な武士集団ができると考え、豆味噌を巧みに利用した歴史的な人物がいました。それが徳川家康でした。家康は三河の地に大豆耕作を推奨して三河湾における塩作りを推進しました。戦国時代や江戸時代、武士が強い地域は特異的に集中していました。三河武士もその典型です。もちろん、戦術に長けていたり、勇猛果敢な武士が多かったとか、稽古の量が多かったというのもあると思うのですが、単にタンパク質の多い味噌の根付いた土地だったから、というのも理由かもしれませんよね。そうだとすると、面白いですよね。はい、ということで、豆味噌について見てきました。皆さん、いかがだったでしょうか？東アジア全体に及ぶ壮大な話でしたが、面白かったですよね。豆味噌は日本の味噌生産量で見ると 5% ほどですが、愛知県を中心とした東海地方で多く作られる味噌です。豆味噌の中では特に八丁味噌が最も知られた存在でした。この豆味噌は麹作りに大豆を使うため、塩や水、微生物を除くと大豆しか使わない味噌です。そして豆味噌の最大の特徴は何と言っても麹作りでした。豆味噌の麹作りは、蒸した大豆を丸めたお団子に、麹菌を繁殖させるんです。そして、この豆麹のルーツをたどると、この特殊な麹作りの理由が見えてきます。豆味噌は、韓国からやってきた高麗の人たちが伝えたものでした。韓国には、カンジャンやテンジャン、そしてコチュジャンと呼ばれる、醤油や味噌、唐辛子味噌が根付いていますが、これらはメジュと呼ばれる、大豆を丸めて発酵させた味噌玉から作られます。この味噌玉は、麹菌だけでなく、クモノスカビやケカビ、そしてコソウ菌など、様々な微生物が作用して作られます。それは韓国に限らず、東アジア全体でメインストリームの発酵様式でした。むしろ日本が、東アジアにあって得意な発酵様式を持っていました。そして、東アジアの主流とも言える発酵形態を導入したもの、それが豆味噌の味噌玉作りだったんですね。でも、日本に導入されて、この味噌玉も変化を遂げました。韓国の味噌玉は、様々な微生物を利用していますが、日本では、麹菌のみを用いて大豆を分解するようになりました。この豆味噌は、大豆のみで作られているため、タンパク質やアミノ酸の量がとても多いんです。このことに目をつけて、戦略的に利用したのが、徳川家康でした。家康は大豆作りを奨励して、豆味噌作りを進めていました。三河武士が強かったのは、もしかすると、この豆味噌が影響していたのかもしれませんよね。ということで、
今日もお疲れ様でした。皆さんはどの点が面白かったでしょうか。私は何と言っても東アジアにおける豆味噌の位置づけですね。日本では豆麹という特別な麹を作るやや特異な存在である豆味噌なんですが、むしろ東アジアにおいてはこれが主流派だったという点に驚きました。そして餅麹と呼ばれる麹作りの形態が穀物を粉状にして食べる食文化に影響して作られたという点も興味深いなと思いました。ということで密度の濃い授業でしたが、今日も本当にお疲れ様でした。これまで醤油4回、味噌4回、合計8回にわたって本当にお疲れ様でした。ここまでご視聴いただき本当に感謝、感謝です。次回はこれまで学んだ醤油と味噌についてまとめと考察をしたいと思います。次回も独自の考察が面白いと思いますので、ぜひご視聴くださいね。最後になりますが、今日の授業がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。また次回、お会いしましょう。それでは、また。